の名前はドラえもん。22世紀から来た猫型ロボットだ。ヤッホードラえもん。そして彼は小学生ののび太くん。普段は優しいんだけど。ドラえもん、もしもボックス貸して。それはダメだよ。はぁ、ポンコツたるきが過去に帰ろうね。うらうら、実はとってもサイコパスなんだ。ドラえもん。なんだいのび太くん。テストの成績が良くなる道具ちょうだい。そんなの道具に頼らないで自分で勉強すれば。ドラえもん、そういえばこの前万引きしてたよね。この映像とりあえず警察に。暗記番。このパンに暗記したいことを写して食べればしばらくの間記憶できるんだ。へえ、いいじゃん。でも万が一食べすぎて。サンキュー泥棒たらき。これで明日のテストは楽勝だぜ。それじゃあ今日のテストを開始する。静か70点、ジェカ30点、のび太100点。のび太お前すごいな。ちゃんと勉強した甲斐がありました。のび太さん素敵。私頭のいい人が好きなの。こんなの朝飯までや。お腹が痛い。でも静かちゃんにも出たい。どうしてのび太？なんでもありません。具合が悪そうだな。しっかりしろ。おいのび太大丈夫か？のび太さん大丈夫？ボエボエボエ。のび太？はへ。体内に入ったパンは全ての記憶を吸収しちゃうから、食べ過ぎて吐いたりしたら全ての記憶が消えてしまうんだ。おい大丈夫か？大丈夫か？のび太、のび太さんしっかりして。これはあなたの好きな人。静かちゃん、ほら食いまえ。今日は新作ゲームの発売日。早く家に帰ってやりたいな。おいのび太、なんだこれは。面白そうなゲームじゃねえか。ボイボイボイ。それはダメだって。俺たち友達だよね。お前のものは俺のもの。ボイ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 。みんなのものは俺のものだな。ボイ。くそー。ドラえもん。なんだいのび太くん。スナイパー買おうの、もしくは電動ノコギリをくれ。そんな物騒な。いいから、シャイヤーを吹っ飛ばせるような武器を残せ。仕方ないな。空気砲。あの野郎、痛みつけてやるよ。ブイ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 くたばれ。ほらブイ。どれどれ。死んでる？おい、お前本当に死んだのか？ドラえもん、タイムフロシキをくれ。まずは何のために必要なのか教えてくれないと。早くタイムフロシキをよこせ。わかったよ。タイムフロシキ頼む、生き返ってくれ。よしよし、僕のものはみんなのもの。そうだ、君のものはみんなのものだよ。おいガキ、何してくれんだ。のび太、昔は悪かったな。俺の方こそ悪かったよ。俺たち友達だよな。ああ、友達さ。僕の名前はドラえもん。22世紀から来た猫型ロボットだ。
ただいま。そして彼は小学生ののび太くん。普段はとっても優しいんだけど。ドラえもん、ドラえもん買ってきたよ。ありがとう、のび太くん。お前にドラ焼きなんてあげるわけねえだろ。実はすごくサイコパスなんだ。新しい漫画面白いな。おいのび太、なんだそれ。貸せよ。ジャイアンは一回貸したら返してくれないじゃないか。お前のものは俺のもの。ボイ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 。くそ、絶対許さねえ。おいのび太、その宝箱俺に貸せ。やめてよ、これは僕の宝物なんだ。お前のものは俺のものだ。ブイ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 。どれどれ、ん、なんだこれ。僕のものは君のものだよ。じゃあお前の命も俺のものだな。さあ始めるぞ、マンション鬼ごっこ。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、チョキドミね。ちょっと待ってよ。早く来いよ。お兄さん、こちら千枚ホール。遅くてつまんないな、ちょっといたずらするか。待て、何の用かしら。逆に何の用ですか。何とぼけたこと言ってんだ。お前が貧乏したんだろ。してないもん。ちょっと私が悪いみたいになるから泣きやめなさい。あなた、ほら